攻撃集まれ、攻撃おいで、フラッシュ持っておいで、フラッシュ持って、はよ来い攻撃側おいで、攻撃側、あ、じゃあちょっとここにいてね、ここにいてね、ここにいてね、待ってよ、まだだからね、ちょっと邪魔くさいねお前邪魔やて、邪魔やて、邪魔やて、よいしょよいしょ、はい、じゃあ、ワーマイのマグネット5つ置いた状態で、攻撃側に一斉にフラッシュ投げられたらどうなるかっていうのを見ていきたいと思います。じゃあ、3、2、1で行くからね。いくよ。フラッシュを構えてね。それ3、はい、2、はい、1、ゴー。おお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 、通ってる通ってる通ってる、あー、やっぱり5個は吸ってたね、今ね。5個は吸ってたけど、6個目からもう簡単に通っちゃうね。なるほどね。今すごい映像じゃない、でも。面白い映像が撮れたな。あ、ありがとうございます。撮影は以上で終わりでございます。ご協力ありがとうございました。残り1人だ。え、絶対ヘッドやん、それは。今のは納得いかんわ。マジか。はい、これあと1人 S 通路必要です。あ、そんなくれ、見つかった。なんだ意図的なチームキルじゃなかった。爆発しちゃってんだけど。ナイス。敵部隊を配置。あ、そんなくれ。いや、後ろでグレ抜く音聞こえたんだよ、ピン。でも投げて、うん、投げないやろ、さすがにと思って。俺前にいるから。ほなら、投げた。投げた。投げた。ごめん。それ行かなきゃダメだな。フロントトラック。何側集め。あとが。ラセントディズニー。ラセントディズニー。あと管理ジム。ディズニーの一人入ってる。嘘強い、お前ディズニーずーっとロックしてる、それ。乗ってるからね、上。プラント入った、会議、ボムラ。マジか、それって見えてんのか。残り15秒。赤津は、もうちょっと死んだ。赤津死んだ、赤津死んだ。はーい。赤津死んねえ、まさか。赤津カット。それ。で、あと、奥にもう一人。で、サーバーがやられたな。あ、スモーク上取ったな。ね、下、エレベーターの前にいる。さん、これ倒したら 2キル倒したら勝ちっすよ。こっから行くのきついよね。でもあ、そうっすね。正味どうしようもない。まあこれ上に1人いるんじゃない。あ、ちゃうか。え、ど上、これ上じゃない。残り15秒。あーあー、上だ。ああごめん。大丈夫やで、俺なんて3キルやからそう、マジやるわ。爆弾を見つけた。あー、なんかあるかな。敵のオペレーターは残り1人だ。テルさんが、テルさんが言ってた。ディズニー会議ねえな。ディズニーディフューザーどうした。アイスプラント。アイスプラント。ジャンキーまだいるな。ジャンキー。コンカッション来てるの。待って、毒がもう会議入ってきた。会議じゃねえ。
犯人の中で遠くいる。封筒買い前で自販機の窓も人用。あ、3人やりました。あ、違うな。ギルザ落ちた。ナイス。まだいるわけです。うおー、目の前にいる。あー、やらなかった。こちらの勝利だ。ここに打ってん、お前。びっくりしたわ。え、なんで爆発したの？リフォー飛んできたか。ああ、ん、ボルカンカップ感された。ああ、初めてやられた。ウケる。牛裏とかいそうとかねか。でも一人。あ、ごめん。ごめん、ごめん、本当ごめん。ああ、ごめん。もう本当申し訳ない。これは神反応だった。本当申し訳ない。アップルさんが戻ってくるとは思わなかった。入らないわ、それ。シャワー。入らない。ああ、入ってた。ああ、ごめん、ごめん。いや、ごめん。ごめん、ごめん、オペレーターは最後の一人だ。ごめんなさい。ごめんよ。ごめん。大先輩じゃん。ごめんなさい。今のは神夢だった。いや、向こう裏取り行ったのは見てたじゃん、下からさーってね。あ、そうですね。そうだから戻ってくるとは思わなかったんですよ。で、戻ってくるとは思わなくて、ベルベルトニオスの位置も知ってるじゃん、だから後ろから足音してたんで。あー、大変だと思っちゃった。180度フリックって言ってました。バレルト？バレルトグリップ全部外すの。外して、で、スコープは英国のままでいいよ。なるほど。すごい、もうなんかね、別の10ぐらいのレベルで変わる、表現する。その10ぐらいのレベルで使えなくなるってことさ。かどうかはちょっと試してもらって。あ、なるほど。あ、こうなるんやっていう感じのね、発見がある。うん。テルさんとアップル君にも送ろうか、俺が30時間かけたレポート。いら、あのレポート、あれ何書いてあんの？え、これこの組み合わせだと何が起こるみたいな、ノングリップから全部ついてるやつまで、攻撃側。なぜそんなことしたの？いや、多分気悪かったんちゃうかな。なぜかパンツのパワーは。全部それで済まそうとするもんな。ほら、言わんこっちゃない。ほら、言わんこっちゃない。どうそれ。どうそれ。芸術的でしょ。知ってたもん。知ってたもん、マクさん。超やばくない。誰が使えばいいさ、こんなん。それ俺使って動画出してやく。あ、でもこれ伏せ打ちすると中断するんですね。あ、伏せ打ちするとね、DMR は一番あの腰ダメ精度が良くなるよ。417もそうですけど、そうそう、これもやっぱりちゃんと伏せて使えばいいですね。ちなみに417が一番精度いい。え、テルさん、ガレージの2階いるよ。行って。ガレージの2階は仕方した。あ、ほんまに。死にました。任せろ、俺がバルキリーをやっておく。あとはプラントしてください。あ、俺だ。あ、多分来るね、さっき下降りてたから。明日は俺がここで、俺待ってれば、俺のところに動画映えの。だってガレージ1階に降りたってことね。動画映えバルキリーがここへ。あー、ガレージにまだいますわ。ガレージに入り口にいました、こいつ。あ、ちゃ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 。
一発も当たらん。一発も当たらん。いや逆にそれは珍しい。珍しい。そんなことある？洗い物する前に米研いでたらさ、ヘイウェイクアップ置いて戻った。あ、ヘッドホン無線なの？そう無線。音楽聴きながら家事できるから、プロリーグの実況聴きながら家事したりとかできる。なんかアビツナさんなんか毎日の気がするけど、なんかトイレ行ってる時も分かりやすいとか聞いてたけど。トイレ行ってる時？トイレ行ってる時になんかヘッドホンしてやるとなんかやりやすいみたいなこと聞いたけど、なんかどういうこと？出やすいってこと？なんかべ。どういうことさ、それ。やりやすいってどういうことなの？笑わせてんだよ、マジで。何をするんだよ、やりやすい、トイレで。いろいろと便利だよ、とは言ってたんですけどね。知る？それ。リロード中。ベンチはいない。入る。今入った。オッケー、突き上げるわ。二人出てくるのは読めている。やべ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 、ペンチいるよ。シートは壊せないです。スモークロー待ってた。なんかやった。なんだろう、スモークだ。なんかかると、あ、俺じゃねえ。レッスいけ。なんてことするんだ。どれどれ、こんにちは。はい、 HP7 しかなかった。敵に一発も撃たれてないのに。俺のルーク取るから。よいしょっと。え、なんかトップページゴツリコンなかった今。オープンベータのアクセス機能手に入れよう。いや、マジや。今がオープンベータ始まったとこなんで。あ、そうなんだ。今日から、うん、あ、そうなんだ。え、やる？え、また？え、中川とやったっけ？うん。え、別の世界線にいる？お前が世界線移動した可能性はない。あ、なるほど。俺が知ってる中川は毎日動画出してるけど。多分それ世界線移動したから、ね。